中村慶太郎 MMA 戦績35勝11敗7回の KO 17回の一本勝ちを誇り、グラップラーでミドル級ウェルター級の選手です。元ディープウェルター級王者、元州都艦隊併用ミドル級王者を獲得しています。奥様はライジン出場中の杉山静香選手です。 MMA では州都 UFC、 ディープライジンなど数々の団体で活躍し、柔道をバックボーンに持ち2003年に総合格闘家としてプロデビューしています。デビューから4戦目では現在ライジン参戦中の中村大輔と対戦し判定勝利しています。そして7戦目では後にディープフェザー級王座を獲得する横田和則とも対戦しており、結果は引き分けになります。2005年には州都新人王ミドル級トーナメントに出場し、準決勝ではスリーパーホールドで一本勝ち、決勝ではバッティングによる途中判定で2対0で勝利し優勝しています。これにて引き分けを除いて12連勝を達成し、続く次戦にも勝利し、2006年州都艦隊併用ミドル級王座決定戦に選ばれます。すると元 UFC ファイター相手に1ラウンド3パーホールドにて一本勝ちし、州都艦隊併用ミドル級王座獲得し、迎えた次戦も一本勝ちすると、2006年に15勝2分けの成績で UFC に参戦が決定。日本では無類の強さを発揮していましたが、 UFC にて3試合連続の判定負け、3試合契約の中結果を残すことができず、これにて引退を表明。しかし引退を撤回し、復帰戦にグラップリングトーナメントに参戦。3試合連続で裸締めにて1本勝利し、2年連続で優勝。日本復帰戦はドリーム山本キッドの柔術コーチであるアドリアーノ・マルチンスと対戦し判定勝利。すると2010年に SRC ウェルター級グランプリに参戦。2回戦は得意の寝技ではなく打撃を効かせ2戦ともフィニッシュ。迎えた決勝では代名詞のチョークスリーパーを決め一本勝ちし、グランプリ制覇。すると5年ぶりに復帰したシュートでは村山に代名詞のスリーパーホールドを決められ、キャリア初の一本負けとなってしまいます。すると2014年にディープに参戦し3試合連続フィニッシュ。するとウェルター級タイトルマッチが決定し、1ラウンドにてチョークスリーパーによる一本勝ち。これによりディープウェルター級王座獲得に成功。すると同年 UFC 日本大会にて出場予定のストラッサー・キーチが負傷したこともあり、代役として急遽 UFC に参戦が決定。試合序盤は打撃を効かされ苦しい展開になりますが、3ラウンドにスタンド状態でバックを奪い、そのままリアネイキッドチョークを決め、見事逆転勝利。この日一番の歓声を受け、パフォーマンスオブザナイトを獲得し、再び UFC との契約を獲得。そしてここから UFC で7戦戦い、合計11試合で UFC 戦績4勝7敗の成績を収めています。すると2019年にライジンに参戦が決定。マルコス・ヨシオ・ソウザとのグラップラー対決を打撃で制し、マイク・デ・ベラトール対抗戦を直訴。これにより年末のベラトール対抗戦に出場。しかし相手の体重超過によるキャッチウェイトで試合は行われ判定負け。3年4ヶ月ぶりにライジンの舞台に復帰し、ストラッサー・キーチとの試合が決定しています。